皆さんこんにちは、スペクタクル夏目です。今回診断の情報が来ましたんで、簡単に見ていきたいと思います。はい、ではやっていきますけども、今回は、見た感じもスペクタクルノバですね。惑星フェニックス、そしてドラゴン。まずすでに情報が出ているカード、超新星ヴィーナス・ラ・セイント・マザー、金星ですね、ヴィーナス。おそらく全文明出るとは思うんですが、ティザーっていうの、これに映ってんのがヴィーナスしかいないんですよね。進化条件がなんと変わらないと。グレートメカオとアークセラフィムが今段、新規で登場と、優秀なカードが出てくれればかなり使いやすくなるかなっていう感じですが、そしてまさかのシンパシーがつきました。これ実質3コストじゃない？進化に3体必要なんで、実質3コストですよね。要はラウラギガを3体出せば最速で、理論上は3ターンで出ると。1ターン目ラウラギガで、2ターン目2体出して、で3ターン目3コスでヴィーナス・ラ・セイント・マザー。手札消費激しいし、そんな引けるかっつったらね、難しいですけども、一応理論上は3ターン目に出ます。そしてメテオ・バーン、紙ではこいつ限定だったんですが、なんと自分のクリーチャー全てに広がりました。これは強いね。自分だけじゃなくて他のクリーチャーも守れる。他の優秀なシステムクリーチャーとか、強いんだけどすぐ除去られちゃうとかね、そういうのを守れるっていう、これはなかなか強いと思います。もしかしたら今まですぐ除去られるから弱かったっていうカードがちょっと変わってくるよね、評価が。結構いろんなデッキが、ちょっと面白いデッキがね、組めるんじゃないかなと思います。で、しかも何が強いって、そのターンなんですよ。一回限りじゃなくて、だからしつこくしつこく何回も除去られても、そのターンは離れないですよね。一回使っちゃえば。これでかいね。めちゃめちゃ強いんじゃねえかなと。グレートメーカーをアークセラフィム。この辺でももし強いカードが出れば輝くし、単純にガーディアン。ガーディアンデッキが、これかなり強くなんじゃねえかなと思います。ヴィーナスはね、かなり可能性があると思います。いや、惑星フェニックスいいね。他のも多分出ると思うんで、楽しみ。でもって、スケルハンター。これはね、特に変更ありません。でもなんだかんだうざいよね、これね。3マナ1000で、アタックされない、ブロックされない。バイツとかで簡単に焼かれるんですけども、逆に言うとそういう除去札持ってなかったら殴り返せないんで、なかなか厄介。除去札がないデッキだったら結構追い詰められますよね。例えば最近流行ってるデッキだったらツバイランサーとか、除去札入ってない人多いんで、ツバイ相手にこいつ出したら結構詰むんじゃねえかなと思います。割と厄介、スケルハンター。そしてコマンダーテクノバスター、これがね、なんと機械ヒーローではなくてグレートメカを、なんでおそらく機械ヒーローは、収録せずに全部グレートメカオで統一っていうことだと思います。だからヴィーナスを出しやすくするとかね。だから種族を絞ってギャラクシアボルテックスをちょっとこう出しやすくするっていう感じかなっていうね。だからアークセラフィムもおそらくセイントヘッド出ないんじゃないかな。全部アークセラフィムに統一かなと思います。効果が、同じように見えるんですが、強制になりました。紙だと任意だったんですけども、強制になりました。でも書いてることは同じなんで、相手のその最初のターンの始めのドローにも反応すると思います。ここはしょうがないんですが、デュープレなんで、手札条件までっていうね、一応そういう弱体化はあるんですけども、そこはシステム上というかルール上なんで、しょうがないとして、でも強制になったのがね、ちょっとあれかなっていう。ライブラリーアウトもあるし、これを逆手に取られてライブラリーアウトとかね、あるかもしれないっていう、ちょっと強制になったのはね、痛いかなっていうところがありますが、効果はすごい強いんですけども、ちょっとやっぱ重いかなっていうところが。7マナやっぱりデュープレだとね、ちょっと重たいかなっていう感じはしますが、やっぱ書いてることは強いんで、出たら強いですよね。7000だし、なかなか除去されにくいと思うんで、デモハンとかそういう確定除去じゃないとなかなか除去できないんで、結構ね、出たら厄介かなっていう、オキドロソとして。でも騎馬サファイアとかで結構強いのかなっていう。
だからマナ加速できる緑と青を組み合わせたら結構強いかなっていう感じをします。で、まあ、今動画撮ってる段階で分かってるのがこんな感じ で、まあ、あとはティザーで分かってるアルグロス、スペルグレートブルー、グール、インフィニティ、そして新カードハルクーンベルガ、これはねガルバロス君枠ですね。ゲーム限定のカードがありまして、この前ガルバロス君が出て、今回ハルクーンベルガ、まあ、新規イラストで、こいつがね6マナの3000で、こいつがタップされている時バトルゾーンにいる自分の他のクリーチャーはダブルブレイカーとパワーアタッカープラス4000とで、毎ターンこのクリーチャーのパワーはランダムに強くなる、まあ、ランダム要素で、パワーによってはダブルブレイカーかトリプルブレイカーを得るっていう、まあ、要はパワードブレイカーかな。うん、まあ、なんで変わるとしたらどうだろう、コストが下がるとかかな、多分ランダム要素になると思うんですけども、まあ、おそらくパワードブレイカープラス1万とかあればいいけども、目玉がこれですよ、インフェルノゲート。マジかと、サファイアいるんやでってね、サファイアいるのに出しちゃうのかっていう、まあさすがにさ、これそのまんま出すようなねことはしないと思いますが、まあ、もしかしたら、まあ、考えられるのはサインのトリガーなしとかね、まあ、サインも強いんでサインのトリガーなしとかかなと思いますが、ロスチャゲートサファイア、もう悪夢よ悪夢、ただの悪夢ですよ、さすがにしないでしょ。でそしてカミングスーンつって、おそらく俺の大好きなアポルヌスっぽいのがね映ってますつうわけで、まあ、アポルヌスももしかしたらちょっとこう強化が入るかなという感じですが、なんか焼却とかついたらバチ最強だよね。どう強化されるか、まあ、多分そのまんまではないと思います、多少は強化されると思うんで楽しみ。でもインフィニティはおそらく調整入るでしょう。でグールはどうかな、割とそのまんまでもいいと思うんだけどね。でスペルはまあコスト下げるとかかな、普通に十分強いんで。でアルクロスはねめちゃくちゃかっこよくて大好きなんだけども、まあ、効果自体はまあちょっとこうマニアックかなっていう、なかなか癖強いんで、まあ調整入ってくれたら嬉しいですね、情報修正、何か強い効果もらえたら嬉しいかなっていう感じで、まあコスト下がってもいいしね、8コスなんで6コスとかね、まあそんな感じでかなり楽しみでございます。まあぜひね皆さんの予想とかねありましたらぜひコメントお寄せください。では。